can they place enough vendors? Like, we can cook. Cook. You know, a product is gonna be nothing if we don't have vendors. We need cute girls to sell them to other cute girls. So we need to hire cute girls to sell for us. Sell BL, bro? We're gonna sell it ourselves. No, like, no, they're gonna buy the. No more. Hello. No, we need them to promote our BL for us. No, like, I don't want a dude promoting another. I don't think a dude promoting a girl a BL is gonna do much. BL. It's gotta be a girl promoting the BL to another girl. BL. Ask the name. Ask the name. 今、リサとミナの BL のシナリオ作る。終わってるよ。うちらも買ってくれますよ。あの、ゆりボイスね。ガンマとロベル。BL のボイス作る。ね。え、僕誰となの？僕誰と見る？わからない。リサさんとひなのさんが、リサさんとひなのさんが勝手にペアリングした人たち同士でになるから、権限はない。ガチで終わってるって。あらあらあら。あらあらあら。買ってくれますよね。いや、あ、いや、オフコース、オフコース。オフコース、ラリオ。いや、オフコース。で、ちょっとここで、ちょっと。あれ、交渉がしたいんですよ。じゃあこの BL を他の女の子たちに売りつけてくれれば割引します。ああなるほど、オッケー、任せもいい。ビジネスマンなんで、そのシナリオはね他の人が書いてくれるらしいんですけど、やっぱ売りつけてくれる、ああセールしてくれる人も大事じゃないですか。はいセールズをお二人にお願いしたいと思いましてね、やっぱ。なるほどね。かわいいね、お姉さん方。はい。え、いや、くんが売ろうとしても多分売れないのよ。男が売りに行っても売れないよ。なるほどね。じゃあ私たちが。お断りします。はい。あー。かわいくないです。かわいくないです。全然かわいくないです。他の女性方にマーケティングしてくれたらね。いや、この、ボイスパックめっちゃ良かったよみたいな宣伝してくれれば、はいもうめちゃくちゃお金持ちになれるんですよ。あ、ここにいるみんな。はいはいはい、なるほど、わかりました。任せて。うちらの宣伝料、宣伝したあれは宣伝料どれぐらいですか？どっちがいい、宣伝料か給料がいいか、その BL のパックを一つ無料でもらえるみたいな、どっちがいいですか？じゃあ BL が無料で、でももしアステルさんのが引ければ、二人は一生それを彼に引かせることができるんですよ。この家の中で、いや、そこで再生ずっとさせながら、いや、引いてください。そこでうちらからまた交渉持ちかけるんですけど、それを確定させていただくのはどうですか？アステルさんの確定で、ええ、やっぱあの量産できるんで、ボイスって量産できるんですよ。なるほど。え、どうですか？はい。そこら辺ちょっとオーナーのね、RPR ちょっと相談しないといけないかもなんですけど、まあ彼もね、多分そのビジネスを一緒にやってくれるのであれば、はい、そこら辺拒否らないと思うので、え、それでもう完璧です。もう完璧でやります。全力でやります。完璧ですか？はい。わかりました。はい。任せてください、こちらに。はい。手を打ちましょう。はい。やったー！ご一緒成立ということで。成立ということで。頑張ってください。待ってます。なんか久々に夜寝る気がするな。夜寝る？イエー。キモ。何？何よ。おーイエー。何？何？待って、今の声合ってるか今の。そうだよ。お前マジでやばいよ。いや、なんかボイスの参考になるかなと思って、参考になるかなって。あ、そういう路線。あ、なに、ミュウはさ、そういう多い系のお姉さんボイスが欲しいの。違う、全然違う、多い系系の人。違う、どっち。いやいや、普通にあの、なんだろう、なんでもいいんだけど、ちょうど考えそう。
のにアステル君の多い家で全部吹き飛んだって今。いや分かる、それはあいつが悪い、それはそれは悪いわ。